どうもグリズンです。それではね、今回もファークライ4の方やっていきたいと思います。ですね、ツイッターの方にも、一応お知らせしたんですが、今回ですね、一度収録してるんですよね、ここからで、まあ約1時間ぐらいでしょうか、撮ったんですけど、それがねうまく撮れてなくて、でまあサブミッションならね、そんなに気にしないんですけど、メインの方もね、メインストーリーの方も撮ってたんで、まあそれはさすがにね、もうやり直したりとかできないので、一番最初から、やり直しました、ファークライフをね。で、ここまで来ました。今ね、ここにいるんですけど、前回ね、ここにたどり着く前に、終わったんですけど、一応ね、ここまで来ました。で、まあもう、こっからね約1時間ほどは僕初見ではないので、まあ、いつもよりは、くだらないスムーズな、流れをお楽しみいただけるんじゃないかと思うので、まあこうプラスにね考えないとね、はい、まあということでね、ここから、入っていきたいと思います。参っちゃいましたね。ちょっと待ってくださいね、ちょっとボリュームを落とします。いやーね、今まで、まあ、僕、実況始めた頃っていうのは、すごいね、安い、パソコンでやってたんですよね、低スペックだ。でそのせいかね、うまく撮れないことがすごく多くて、まあだからそれでね、やり直したりっていうのは結構してたんですよね。でこれ飛び降りて平気だよね。あっ、やべ飛んじゃったよ。あ、まあこういうこともできますね。今間違えてそう飛んじゃったんですけど、はい、魚がいますね。パソコンをね買ってからこういうことっていうのはあんまりなかったんですよね。なんかね、まあ怪しかったんですよ。こうよし終わったと思って、録画ボタンを押してね停止させたら、ものすごいねそこから時間がかかって保存するのに。でどれぐらい待ったのかな、多分ね2、3時間ぐらい待ったのかな。1時間の動画を保存するのに多分ね、まあ一応1800で撮ってるんで、まあ多少は時間かかるんですよね。まあ1時間とは言わないけど、まあそれに近いぐらいのね時間をかけて保存するんですか。それのね2、3倍かかって保存してくれなくて、もうこれはしょうがないなと思って消したんですけど、ね、本当残念ですね。まあここねかなりね僕苦労したんですよね、実は。だから結構ね編集してカットしようかとも思ったぐらい、かなり、特にねここ、飛ばなきゃいけないんですけど、僕なんか間違えてね、バツボタンを押したりねしてたんですよね。バツボタンを押せばもっととなんつうのかな、飛んでいけると思って、だけど、
バツボタンってね、その着地する時に使うボタンでね、あとはなんか変な方向に、方向キーを押したりとかなんかいろいろしてたんで、だからうまく飛べなくてね、何度も何度も死んだりして、これすごいんですよね。複数のね敵をこれで、一気にやっつけることが打ち方次第できるんで、でもね、うまくいかないです。ただね、あの一人の敵に対しても、ね、何本かこれ、5本、あいつがいるね、これ。敵だ。まだ。瞬間に僕が入っちゃいました。そこも結構ね、敵いるんですよ。さあ、ボイボイ、いっぱい出てくるんですよね、ここ。あ、いるね。ん？どこ？見えない。あ、いた。こっちにいるね。逃げてる。よし。あ、あれ敵じゃないのか。最初からねやり直したんで、それでちょっと鍛えられた部分もありますね。ちょっと余裕が出てきましたね、その戦いの時に。これね、岩にねちょっとでも触れるとね死んじゃうんで、ここもね結構苦労しましたね最初。今回はねうまく撮れてるといいんですけどね、ちょっとその前の日にね、パソコンのそのハードディスクをいじくってて、でちょっとね物を移動したりとかしてたんですよね。それが原因かもしれないんですけど、まあ、僕そこまでねパソコン詳しくないんでちょっとわかんないんですけどね。あー、危ない、あんまり長い動画はね撮りたくないですけど、前はよくね2時間3時間って、撮ってたりしてたんですけど、よし、こういうねバグとかがあったりするんですね。
なかったこっち。あ、いた。こいつらね、なんか消えたりするんですよね。消えたりする。わあ、なんかうるさいね。あ、いるいるいる、ちょっと待って、やばいやばい、死ぬ。あーっつぁいや、いすぎですよ、ここ敵が。あそこに突撃する僕も僕ですけどね。あれ、ここの敵はいなくなってますけど。あ、こいつか。いいですよね、敵に見つかったとしてもね、テイクダウンができたりするので。あ、痛い。ちょっと怖い。確か、あ、犬。あ、やばい、やばいやばい、ちょっと犬爆発するんですよね。何こいつ強いぞ。あ、なんかバグってる。なんかバグってますね。あ、死んだ死んだ。ちょいちょいね、バグあったりする。あ、やばい、犬いる。やばいやばいやばい、爆発する。いやいやいや、やばいやばい、ちょっと待って、熱い熱い。おー、目の前か。やばい、爆発しなかった。あ、爆発する前に倒せましたね。あ、静かになった。ちょ、回復しよう。で、あ、なんかある。これは前回やった時は気づきませんでしたね。結構ね、僕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 前回やった時は気づきませんでしたね。結構ね、まあ、前回ね、撮った時は1時間ぐらい、撮ったんですけど、まあ、前回よりは、スムーズにね、いけると思うんで、もうちょっとね、撮れるかなと思います。これ飛べるよね。よし、行くぜ。ゴー。
くぜ。あれファイヤーマンか。ファイヤーマンはちょっと時間かかりますね。矢でやっつけようと思ったら。現れたね。違うと思う。おいよ。さあファイヤーマンがね下にいるんで。いましたね。なんか下から来てるような気がするんですよ。あ、来た。回復しよう。あ、来てる来てる。よし回すよ。あ、なんかいる。ちょっと待って生きてますね。なんか爆発が起きます。矢がね刺さってるとこういうことが起きたりするんですよね。くそ。ちょ周りから行きましょうか。それか、まあ、あいつはトラちゃんに任せて俺は周りのこういうやつ。多いなマジで。やばい犬どこだ。どっから撃ってる。あ、いたいたいた。よし、やばい、また矢が刺さった。とかね、ないんで。いていていて。よし、犬犬犬がいて。よし、上がってこう。どんどん。わあ、ファイヤーマン。あ、トラ、トラちゃんが死んでる。あ、生きてる。大丈夫だ。よし。
あークソこいつか。行けトラちゃん。どこトラちゃんどこ。トラちゃん来るの遅いよ。あ死んだよ。俺も死にそう。じゃあ回復しよう。この世界がすごいですよね。こいつが出てきてこいつと戦うのかなと思ってね、ちょっとビクッとしましたけどね、前回撮った時に。思ったより早く終わりましたね。20分で終わりましたね。ここはそうで、なんかね、あのメインストーリーが表示されてないって僕騒いでましたけど、ずっと出てたんですよね。でまあ、それね、あの僕が仲良くしてる方に言われたんですよね。あのゴールデンパスのミッション出てるよって、それがこれなんですよ。あの僕もこれね、ゴールデンパスのミッションって出てるんですよ、今までも1回だけだけど。でまあそれ忘れててね、すっかり。でこういう風にね、イニシャルでもう出てくるもんだと思ってたんですよね。あのメインミッションの方はね、メインストーリーで、これはね、なんだっけ、あの牧師さんのミッション終わった時に、あの彼があの教えてくれるんですよね、その麻薬、なんだっけな、ヘロインだっけな、なんだか忘れたけど。でその話をしてて、でそれがこれ今のミッションが表示されるんですよね。でこうやってね、普通に出てるんですよね、マップにも。それなのに、ないない騒いでてね。はい、今からねそこに行きたいと思うんですけど。